皆さんこんにちは、富塚優子です。今日も不動産と投資のお役立ち情報を皆さんにお伝えしたいと思います。ここ何回かでやってるのは、法律知識ですね。主に民法についてお話をしてますけれども、知って得する法律知識ということと、ついでに宅建ということで、宅建の過去問なんかを見ながらですね、法律知識について、解説をしていきたいと思います。はい、連帯債務についてお話をしていましたね。問題を見てみましょう。連帯債務者が、債権者、権利を持っている人が C ですね。で、債務は A と B、どちらも連帯してますから、これで1000万円、1000万円の土地とか建物、そういったものをですね、あるいは、そのお金を貸したでもいいんですけれども、それをお金を貸した人が C ですね。借りたものが A と B、これが連帯しているということです。 A さんがですね、すでに C さんに弁済しましたと、お金を返したということですね。で、俺は返したよということを B さんには言わなかった。で、B さんは、C さんからですね、早く返してくださいよと言われたので、A さんが払ったことを知らないで、A さんに私返しますよということを通知してですね、C さんにお金を払いましたということです。この場合 B さんは、A さんに、 A さんがですね、自分が払ってるんだから、私が全部払いましたから、あなたの分を私に返してくださいということで、言われたとしても、それをいやいや待ってください、私はしっかり返しましたよということで拒むことができる。で、さらに、自分はもう1000万円あなたの代わりに、払ったんですから、私に返してくださいということができるかどうかということですね。で、これは丸というふうになってます。 A さんというのは、C さんに自分は返したんですよね。だけれども弁済しましたよということの通知をしていません。ですので、これを知らなかったんですね、B さんは。知らなくて、C さんからやいのやいのとですね、早く返せ返せと言われるもんですから、A さんに私が返しますよということを言って、B さんに返したわけです。ですので、A さんと B さんを揉めたときには保護されるのは B さんということですね。で、B さんは A さんに対して、私が1000万円返して、あなた払ってくださいと。あなたはもともと借金してるんでしょうということを言って、A さんにその支払いを求めることができるっていうことになっています。実際はですね、その時のケースバイケースというのもありますし、どちらが主たる債務者で、どちらが後から連帯して債務を負うことになったかということも、そういう事情もあると思います。ですので、実態に照らしてですね、これを考えていくことが必要です。ですが、この竹の問題も簡略化されたものですので、こうした答えになっているということですね。はい、今日はですね、連帯債務について皆さんと、学んでいきました。次回もですね、法律知識について、次回とても重要なお話をさせていただきますので、どうぞお楽しみに。ありがとうございました。